さあやってまいりました。ここは大宮駅、青春18切符の季節がやってきましたね。青春18切符とは春、夏、冬休みの時期に合わせて発売される鉄道乗り放題切符になるんですね。 JR が乗り放題、今ね JR 東日本とか西日本とか東海、北海道とかいっぱい分かれてますけど、全車 JR と名の付く全車のね鉄道に乗ることができます。こちらは快速とか普通列車のように特急券がいらないもの、こちらね乗れるということになるんですね。早速やってきたのは栃木の宇都宮、大宮駅から宇都宮駅、どれぐらいかかると思いますか？普通列車で来ても1時間15分ほどなんですね。意外と近いですよね。そしてステーションスタンプというねウェブアプリで早速ねポイントを貯めていきます。スタンプですね、貯めていきます。そしてこの宇都宮駅が今回の目的地ではないんですね。烏山線と日光線というのが出ているんですけど、宇都宮からね東西にそれぞれ日光駅っていうところまで行くのと烏山駅っていうところに行くものがあります。どちらもそんなに本数は多くないということで、宇都宮駅に着いたタイミングでどっちに乗ろうかなというふうに決めていました。烏山線の方が早く出そうなので、今回は烏山線の旅ということにしていきたいと思います。さあ今私がいるのは新しくできた宇都宮テラスという商業施設になります。スーパーも入ってたり、宇都宮みんみんというね有名な餃子のお店も入ってたりします。さらに奥の方にはカンデオホテルズ宇都宮というね新しいホテルもあります。最近ねカンデオホテルズ結構増えてますよね。最近だとスカイスパっていうね屋上の方についてるお風呂、そしてサウナ、こちらが結構名物だったりするみたいですね。それこそ大宮にもカンデオホテルズあるんですよね。宇都宮にも新しくできたということになります。日帰り入浴もできますね。1000円くらいで朝だったら入れるみたいです。烏山線に乗り込むとこんな感じでね、動力が今どうやって生み出されてモーターが動いてるのかみたいなね画面がついていました。非常に面白いですね。この烏山線は1923年に開業した、来年で2023年で100周年のものすごい歴史がある線になるんですね。途中までね宝石寺っていう駅までは東湖温泉になります。でそこから分かれていって烏山という駅まで行きます。なんだかねこれ宇都宮さっきめちゃめちゃ晴れの映像でしたけど、これね数十分しか経っていないのに烏山の方に行くとかなりのね霧が立ち込めていました。さあようやく着きました。烏山駅終点です。こちらまではだいたい50分ぐらい宇都宮から烏山までっていうのはかかります。結構かかりますよね。大宮から宇都宮ね1時間15分ぐらいっていうことなんでね、50分かかるとなると駅数は、烏山駅は8駅ということになるんですが、ここねかかるなという印象があります。基本的にはね電化されていない線になりますので、そのような形になるのかなと思います。さあ烏山駅、こちらはねそのまま先に進んで続きがあったということもありませんし、そもそもね作る計画、実を言うと常磐線の方までつなげますっていう計画段階はあったみたいなんですけど、一度もね延伸されるということはなく、この烏山駅が終点ということでずっとね100年続いているわけです。すごいですよね。さあこちら本数が少ないということもありまして、ちょっとね時間1時間くらいの滞在で戻ってね行きたいと思います。烏山って何があるのかなって全然わからなかったんですけれども、ちょっとね気になったのが島崎酒造っていうのがね歩いて15分くらいでありましたので、ちょっと行ってみることにしました。なんと創業嘉永2年と書いてありますが、これいつなんだと言いますと1849年になります。1849年、これはすごい歴史ですね。170年くらいもうやられてるっていうことなんですね。こちらは東力士というお酒が有名みたいですね。結構この烏山の街を歩いていると、もう電柱の広告とかにも東力士って書いてあって、有名なね
地酒なのかなっていうのは分かったんですけど、こちらに来てね、ああ島崎酒造さんで作られてるんだなということが分かりました。お酒の他にもですね、いろいろなものが売っていました。アイスとかもねありましたよ。どれもね、まあ、お酒に関連するような商品ではあるんですが、私はね酒粕買ってみたいなということで、新酒粕といってなんか9月からね絞るっていうことみたいなんですけれども、この新酒粕ちょうどね出たばっかりですよということで、 300g244円、これ破格ですよね。かなり安いなと思います。これから寒い時期ですということで、甘酒でもね作りたいなということで買ってみることにしました。こちらの島崎酒造さんは烏山駅の一つ前の駅、滝っていう名前のね駅があるんですけど、滝駅の近くに洞窟みたいな感じのね酒蔵を持っていて、そこもね見学することができるみたいですよ。面白いですよね。いや降りてみないとこんなねいいところがあるっていうのは知らなかったので、実際に降りてみてよかったなと思います。さてもう一つね名物が烏山にはあります。そちらが山揚げ祭りというんですね。こちらに山揚げ会館というね、山揚げ祭りのことを知ることができる施設、そんなものもあるんですね。こちらはね夏に7月にね行われるお祭りということで、ユネスコね無形文化遺産にもなっています。すごいですよね、歴史が物語っています。今はね那須烏山市とありますがね、もともとはね烏山の町がありました。山揚げ祭りってね、祭りって言うんで踊ったりするのかなと思ったんですけれども、道路をね封鎖して劇みたいな感じで、こう歌舞伎の演目みたいなものをやるみたいなんですよ。45分ぐらいの演目をね、正門とかね戻り橋とかね有名な演目があるみたいなんですけど、それをやるみたいなんですよね。すごくないですか、お祭りと言いながら泊まってこう演劇を見るみたいなのってなかなか聞いたことないですよね。それはぜひ見てみたいなということで、7月になったらねまたこの烏山来てみたいなというふうに思いました。調べるとねこの烏山駅構内だけは直流電化されているというふうに書いてあるんで、このね上の架線がそうなんでしょうか。さあこの先はね線路も行き止まりという形になっていました。烏山駅もステーションスタンプの対象駅だったので、位置情報をね利用してスタンプを貯めていました。さあ今回は烏山線乗ってみました。次回はね逆側西側の日光線乗っていきたいと思います。もう日光のね街を思いっきり観光してきました。そちらもね楽しみにしていただければと思います。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。